さあ夏休みもどんどん終わりに近づいてるよ。お、なんか増えたな。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕この島の裏側の海の中で大きな大きな亀に会ったんだ。そうなんだ。亀ちゃんなんか言ってた？お前その質問は無理があるぞ。そうかな。亀吉。亀出会ったかな。どの辺？ちょっと探して行ってみようか。亀いるかな。どま。亀吉。あ、ラブ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 2人ちょっと話しに行こうよ。ラブ2人、この野郎ラブラブしてやがって。あ、いらなんでまた都会で用事が済んだから帰ってきただけよ。ばんそこばんそこばんそこ。まったくもう元気なんだか元気すぎるんだか。新しいシャツになったね。今まで着てたやつの方がいいんだけどな。お兄ちゃんシャツもらってあんなに喜んでたのに。なんだと？うわー！赤く、顔が赤いよ。あれ？何考えてんだあいつら。モンチョパンもあるんだね。はい。よし。そうだ、占ってほしい。どこ行けばいい？いや、そんな、SF を読みなさいよって。今日はどこ？よし、じゃあどこだ。はい。お、赤もろがあるじゃん。吉田商店の夜ね。小学校の校庭。ああ、きみこちゃんでしょ。でともこちゃんですね、多分。縁側のように。じゃあここか、学校の校庭ちょっと行ってみようかな。じゃあよ。うん、ありがとね、もみちゃん。よし、じゃあ行ってみよう。次は桟橋。ちゃったね。うん、ばあちゃんと話したいな。ここに座ってると前を通る人がみんな声をかけてくれるんだ。社交場なんで。うんうん、そうそうそう、なんか漫画姉ちゃんもそうやって言ってたもんね。ちょっと見よう。いないかも、いないか。お、いたいた。せっかくだからみんなで記念写真撮ろうぜ。お兄ちゃん、そのシャツそんなに気に入ったんだ。バカ言っちゃいけないよ。まあせっかく新しいシャツだし、僕ちゃんたちもいることだし。そっか、記念写真ね。美味しそう。さて、じゃあカメ探してみ行こうか。カメな、記憶がないな。カメ見たいよな。どうだろう。違う、隣島の方だと思うんだよな。裏側でしょ、この島の裏側だから隣島の方だと思うんだよね。大きなカメね。さあいるかな、カメちゃん。すんなり見つかってくれると嬉しいんだけど。これがだって島の裏側だもんね。この亀吉、特にの亀吉。亀吉、亀吉いないな。亀吉、亀吉も泳いでるからさ、あれだろうね。あった、一箇所にとどまってないんじゃない？亀吉、はいなぁ。深いね。亀吉はどこにいる？亀吉、どこにいるんだろう。ねえ、そんな僕記憶にないんですけど、亀吉と会った記憶が。たださ、全体見れないからさ。見つけまくり。この辺じゃないのかな、亀吉は。いないぞ、亀吉。亀吉に会いたいから。いた？そんな大きい亀だよね。小さいやつじゃねえだろ。ああ、違うね、魚ね。分かった。よし。シーワーカー。ないな、亀吉。またまたった。よし。なんか瓶は見つけてるけど、亀吉がいないじゃん。さあ、どうだ、亀吉。よし、お金が増えていくね。でも肝心な亀吉君がいないよ。亀吉君、どこだよ、亀吉。亀吉君に一目会いたい。だって私の記憶にございませんもん。あったよって言って今日じゃなかったですね。明日以降出るとか、そんなことないよな。最初の頃思い出すね、これ。モン消しを集めてた頃。この辺はいないか。タコだ。いないなぁ。隅々まで探してるけど、近くにはいないな。さてどこかな、亀吉くん。こんな深いとこじゃない。実はここじゃなかったりして。でもこっちの裏っていうところでここでしかないよね。わかんない。どこにいんだろう。はい、ちょっと調べる。場所はここら辺で合ってるみたいだけど。お、いた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 よ。これじゃね？今いたよな。今一瞬すれ違ったよね。茶色いの。ほらほらほらよう、いたいた。ほら亀吉、やったー亀吉、イエーイイエーイ。やばかった。よし、じゃあ帰ろう。亀吉いたよ。よかったよかった。一瞬じゃわかんないね。さて満足。どうせやったら向こうし行こう。よし、捕まえた。よろしくね。虫を捕まえに、昆虫採集。昼間は取り尽くしてるからな。なんかな、なんかいるかな。最低。新しいやつなんだ、いないのか。なんかいるかな。チェいない。取ったからね。よし、ちょうどいいな。4時からちょうど夕方散策できる。明日は千島の夕方ね。よし、こっからにしよう。ほらほら、いた。よーし、早速行くぜ。どんどん集めちゃうぜ。昔トンボ、はい、ジャンボくんに入れます。このさ、ここでいないかな。ニューじゃないんだね。じゃあ探そう。ほらいる。よし、取った。うまい。フンバイトンボ。なんかいるかな。やったぜ。何？新しいやつ。お、やったー。高め。うん、オッケーだね。夕日が綺麗、超綺麗。夕日超綺麗だよ。夕日よし、これ撮ったね。ちょっとめくりたい。うん、まだか。諦める。いるかな。なんかいるかな。入ってくれ。やった。何？ケラとか持ってるからさ。水カマキリ。よし、行こう。迎え来るな、おじちゃんが。飯だぜっつって。へへへ、見つかった。まあ、しょうがねえな。吉田商店のお姉さん戻ってきたみたいだね、うん、へえ、そうなんだ。あんた今鼻の下伸びたよ。なんだよ急にこの人は。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきます、はい、いただきます、いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そろそろ月末か。僕ちゃん、きみこちゃんが帰る前にまた夜釣りにでも行こうかね。あ、行きたいね。太陽は来るだろう。もちろん。きみこちゃんは？私はやっぱり怖いから遠慮していいですか？うんうん、いいですよ。で、僕ちゃんは一緒に来る？うん、行こう。はい、一丁釣れた。じゃあ今回は途中で待ち合わせしないでいきなり防波堤でな。オッケー。今夜の防波堤はまたまた大漁間違いなし。よし、じゃあ行くぞ。あなたに送るストーリー。目を閉じて読む小説。あなたに送るストーリーの時間です。今月は宮沢賢治のどんぐりと。大漁ね、間違いなし。大漁。一郎がまた少し行きますと。これ今から釣り行くんだよ。たくさんの白いキノコがどってこどってこどってこと変な学祭をやっていました。こんにちは。どうも。ピン取って。ここ通らなかったかい？ピンチョコ。するとキノコは山猫なら今朝早く馬車で南の方へ飛んでいきましたよ。あ、そうなんだ。答えました。お父さん何やってんの？あ、やってるやってる。飛び込む。あ、ここは飛び込めないんだ。夜の海って泳げないってやつ、もしかして。あ、泳げないんだ。いるよ。何取った？やったぜ。お、カナブン。初めてこの最後の最後で。オッケー。取ったかな。スズムシいいね、色だよね、スズムシ。まだまだ集めてないのがいっぱいいるんだな。今日は大量だね。夜ここに来ると、少し前までは海峡大橋の工事の明かりが綺麗だったもんだ。今では一段落して夜の明かりも少し暗くなっちまったけどな。そうなんだ。でも夜の星々は相変わらず綺麗だぜ。向かいの製鉄所の明かりもこうやって見ると綺麗だろう。綺麗だな。本当は朝までここにいられたら日の出前にたくさん釣れるんだけど、俺っていっつも眠くなっちゃってダメなんだよな。さあ、俺も釣るよ。はい、ゴー。さあ、どうかピッと来ねえな。あれ、一応大量のはずなんだけどな、まだか来た。おっと、ほらイカか。お、じゃあもう帰るよ、眠たいから。分かった、じゃあな。網を持ってね。さあ、どん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 行くよ。違う違う、ポストをちょっと調べたかっただけなの。よし、ゴー。75号出てこい。分かんないね、抜けた。俺が抜けたんだよ。さてお風呂入ろう。髪が来てお風呂。山猫なら今朝まだ暗いうちに馬車で南の方へ飛んでいきましたよ。南へ行ったなんて、さてこそのことを言うのはおかしいな。けれども、まあ、もう少し行ってみよう。リス、ありがとう。リスはもういませんでした。よし、オッケー。くるみの一番上の枝が揺れ、隣のブナの葉がちらっと。いいね、マイママが寝ちゃって。本当ありがとう。じゃあもう中学生ぐらいになっても入りたいよ。アイス食っての丸見えですけど。一郎はその道を登っていきました。茅の枝は真っ黒に重なり合って、青空は一切れも見えず、道は大変急な坂になりました。うまいね。一郎が顔を真っ赤にして汗をポトポト落としながらその坂を登りますと、名前だ。そうそう、お小遣いくれるかな。そこは美しい黄色の草地です。この続きはまた。なんか4日か5日ぐらいするって言うんだね。目を閉じて読む小説、あなたに送るストーリーの時間です。今月は宮沢賢治のどんぐりと山猫をお送りしています。今日は物語の中盤をお送りします。4倍だね。一郎がまた少し行きますと、一本のブナの木の下にたくさんの白い。全くね、ウルトラもやるってやって。さて、じゃあ寝ましょう。亀にあったからな。おやすみ。